体育会 TV でな、うん、サッカーやった時もな、初めてなでしこ、なでしこだからまだワールドカップ優勝する前やわ、はいはい、なでしこと、まあ、宮迫ジャパンでやりますってなった時に、うん、まあ、俺も呼んでもらって、でも言うてもやっぱり宮迫さんと脇田さんがこうメインでボールをやっぱフリーキックを蹴るわけよ、はいはい、でも俺蹴り通ってしゃあなかった、うん、脇さん下手やから、うん、もう蹴りたいなと思ってて、うん、全然蹴らしてくれへんね、うん、ずっと、うん、でもめっちゃ押すね収録、その外し方えぐいから、うん、そのゴール3個上狙ってますみたいな外し方、惜しいとかじゃないから、そう CM 行かれへんやつやから、そうもう CM も行かれへんし、蹴った瞬間に入れへんなっていうシュート、うん、あーあーって言うてまうやつやから蹴った瞬間にそれを何回もやんのよ、入るかってコマーシャル行きたいからね、そうでこれほんまに、これは俺も申し訳ないかもしれんけど、1本だけ蹴らしてくださいって言って俺、うん、1回目の収録の時な、うん、1回だけ蹴らしてくださいっつって、うん、ほな、うん、いいよ蹴りなっつって、でそのシュートがこうゴールあるやんか、バーンって蹴ったら上のバーンに当たってバーンバーンってなってん、うん、ここ絶対 CM 行けんねん、うん、入ったか入ってへんかっていう、でこれ実際入っててんけど俺その1回しか蹴ってへんねんな、うん、でまあその収録終わるやん、2回目あるやん、もう2回目から脇田さん蹴らしてもらわれへんようになってん、なんかちゃうねん、だからいつも違うよお前、だからこれちょっと惜しい話にせえよ、全然あかん話しない、脇田さんのちょっと惜しい話してくれって決めてんねん、あ、じゃあ決めてんねん脇さんの、その後お決めてんねんけど、うん、もう蹴らしてもらわれへんねん、もうあかんって言われる、みんなに、特に宮迫さんにやけどあ、スタッフじゃないんだ、そうやで、宮迫さんがちっちゃい声で言うね、脇田お前もう蹴んなっつってすいませんっつって、ちょっと井本蹴ってっつって、あ、わかりましたってなんねんけど、なんかずっとそうや、昔からなんか脇さんってめちゃくちゃおもろいのにな、そうやろ、めっちゃおもろいねんて、めちゃくちゃおもろいねんあの人、うん、めちゃくちゃおもろいねんけど、いつもちょっとなんかな、なんでなんやろな、すごい惜しい人やなと思うね、いつも俺。